はい。でも皆さん、こんにちは、ゆずこです。それでは今回なんですけども、12月は AUPay を使ってローソンでおにぎり毎週ゲット。実際の取得方法やお得なインストール方法についても解説ということで、今回はちょっとした AUPay とローソンのキャンペーン情報ですね。すでに僕のツイートを見られた方ならご存知かと思うんですが、ただおにぎりを無料でもらうゆるい動画となってますんで、それも含めてサクッとお伝えしていこうと思います。それでは、行ってみましょう。 といてことで今回はこちらのキャンペーンというよりかちょっと若干外がですね、まあちょっと工事中で賑やかな雑音が入るかもしれないんですけどもご了承ください。ということで今回のキャンペーンはこちら、ローソン au ペイ誰でももらえるおにぎり1個もらえるクーポンということですね。今回もらえるクーポンなんですけども、ローソンのお持ち帰り限定の金シャリ焼酒ハラミ税込198円のおにぎりが無料でなんともらえるということですね。 で、この、もらえるクーポンの取得期限なんですけども、本日動画を上げた12月12日とか12月13日、あと19,20、26,27という感じですね。まあご覧の通りですね、最大6個まで毎週無料でなんともらうことができます。 で、見ていただきたいのはこの部分なんですけども、例えばですね、10時から23時59分という,うに記載があるので、例えば日付が変わってすぐに取得できるっていうわけではないので、ここは気をつけてください。で、あとですね、ちょっと右側にも出てるように、まあ誰でももらえるんですけども、先着という風うに出ております。 12月13日だけは先着で30万名様ということになってますんで、それ以外に関しては先着20万名様ということですね。まあ、あまりちょっとピンとくる数字ではないんですけどね。で、その取得した後のクーポンの引き換え期限というのはしっかりと決まっております。ちょっとこれ一覧でざっとこんな感じですね。ま、あ簡単に言うと、クーポン取得してからの2日後の23時59分までということですね。ま、あ簡単にカレンダーで見るとこんな感じです。まずクーポンの取得日なんですけども、本日が12月の12日土曜日。これが1。 そして、あとは13日。これまでにとか。まあ、こんな感じですね。今月いっぱいの土日ということですね。で、クーポンの控え期限なんですけども、2日後の23時59分という感じで、これらがクーポンの控え期限となっております。で、一応ですね、注意事項もあるので、ここもしっかりとチェックをしておいてください。まずは、クーポンに関しては、お一人様1枚まで取得可能ということですので、なので、その日に1枚だけ取得したら終わりと。 あと、こちらもですね、ご利用の際はレジでクーポンにて利用の旨をお伝えいただき、お会計時に店頭でクーポン画面をご提示くださいということですね。あと、これ後ほどちょっとやり方もお伝えするんですけども、SMS に送られてくる URL にアクセスしてもらわないと、エントリーが完了しない、おにぎりを受け取らないまま先着に達してしまう可能性がありますということですので、しっかりとショートメールで送られてくるリンクまでアクセスをしてくださいということですね。 で、基本的には全国のローソンが対応してるんですけども、一部店舗は除くということですので、もしかするとよく利用してるローソンが対象外になってる場合もあるかもしれないので、ここも気をつけておいてください。ということで、早速ですね、AUPE を使ってローソンのおにぎりクーポンゲットしていきたいと思うんですけども、まずは AUPE の画面を開いていただきまして、ここにですね、おにぎり1個もらえるというバナーが出ております。で、これがもし出てない方がいらっしゃいましたら、アプリのアップデートを行った上で行ってください。 で、アクセスがバッチリできますと、先ほどお伝えしたですね、おにぎりクーポンの画面が出てきます。で、ここでクーポンをもらうというところをタップしていただきまして、そうするとクーポンの取得画面に切り替わります。で、画面をですね、下に下がっていただくと、一番下にですね、電話番号を入力するところが出てきます。ここでご自身の電話番号を入力してください。で、入力ができましたら、クーポンを受け取るをタップします。そしたら、電話番号の確認画面が出てきますので、間違いなければ送信をタップします。でで,ですね、ちょっとここを見ていただきたいんですけども、 上の部分ですね。申し訳ございません。応募受付は、ただ今混み合っております。しばらく時間を置いてから、もう一度お試しくださいということでしたので、僕がやり始めたのが、ちょうどスタートの10時ぐらいだったんですけども、まあ、激混みだったんですよね。で、この処理で何回も読み込み直しても、全然ずっとこの画面ばっかりで、 まあ結構ね、その後々ツイッターとか見たら時間を置いたら結構スムーズにいきましたよっていうようなツイート結構見かけたので、まあもしスタートと同時を狙っている方は、この画面が何回も出てくるかなと思います。もうこれ何十回ぐらいもやりましたね。 で、うまくできましたら、ここの部分が緑色に切り替わりまして、キャンペーン参加 URL を SMS に送信しました。すでに参加済みの方は過去に送信したショートメッセージから結果をご確認くださいということですので、これを見てるときに上からポップアップが出てきまして、で、これでタップしたら、この画面に切り替わったら取得完了という感じですかね。でですね、一応このところにあるギフトを表示するというところをですね、実際にタップしたら、まあ、ここでバーコードが表示されて店頭で使えるということもできるんですけども、 で、今回ですね、ちょっと僕この機能初めて知ったんですけども、ギフトウォレットに保存するという結構便利な機能がありまして、まあ、タップしたらですね、ギフトウォレットの画面に切り替わりまして、もらったギフトをなんと LINE で管理することができます。まあ、今回はね、このおにぎりクーポンをもらったので、まぁ、あ、一番下のギフト保存するというところをタップしたら、 ご覧のような認証の画面に切り替わりますので、一番下の許可するというところをタップします。そしたらですね、ギフトオレットの、まあ、プロフィールの登録画面があるので、サクッと入力してください。で、生年月日とお住まいの地域ですね。あの、僕6月20日誕生日ですので、プレゼントぜひお待ちしております。で、問題なければ下の登録をタップしたら、ご覧のように自分の LINE の画面にですね、ギフトオレットの画面が出てきます。これ結構便利ですね。初めて使いました、これは。で、もし使うときなら、ここのチケットを表示するというところをタップしたら、またバーコードを見せれる画面になるので、結構スムーズに画面の操作 ができるかなと思います ぜひ活用してみてください。で、朝一ですね、すぐに交換しに行ったんですよ。そしたらまさかですね、この夜景酒ハラミですかね。もう二つしかなくて結構焦ったんですよね。しかも、ちょっと店内うろうろしてたら同じようなおにぎりを持ってる方が3名ぐらいいらっしゃったので、あ、結構近くにライバルいたなと思いながら、なんとかね、あの、一個ゲットすることができました。で、ちょっと僕的にはですね、ここが税込み198円だったので、200円届かないと思ってね、あの、今後ろに映ってるのは、ロースの L チキのレギュラーを買ったので、 あの、美味しいおかずとしていただきました。あ、ちなみに200円に届かない理由として、結局200円で1ポイント、ポイントがただ欲しかっただけという感じですね。ちなみになんですけども、今ですね、まあ、ローソンをはじめ、a u p e ではいろんなキャンペーンが本当に開催中でして、結構今月の a u p e って暑いんですよね。で、もしですね、まだ a u p e のインストールがされてない方に、ま、朗報なんですけども、ポイントサイト経由でお得にポイントをもらうことができるんですよ。これちょっとですね、僕最近知ったのでびっくりしたんですが、 今回おすすめするのはこの EC ナビっていうポイントサイトですね。で、どんな風にインストールするのかと言いますと、EC ナビの画面を開いていただきまして、ここのサービスショップを検索っていう、まあ検索バーが出てきますんで、 ここで au という風に入力をしてください。そしたらですね、いろいろ au の検索結果が出てくるんですけども、ここの aupay という風なのが出てるんですよね。3300ポイントということで、実際にタップしたらご覧のような画面が出てきます。今僕がこの動画をアップするのが12月12日土曜日なんですけども、この aupay をインストールして、まあ新規でですね、その後に決済まで完了したら、 3300ポイントもらえると。まあ、これは実質330円相当になるので、間違いないようにしてください。で、たまにですね、ちょっとこの部分のルールとかが変わってしまうっていう可能性があるので、まあ、iOS であったりとか、Android とか、もしポイントサイトを経由する場合は、このルールをしっかり読んだ上で、インストールを試してみてください。で、もし EC ナビを利用する場合、ここのポイントゲットというところをタップしたら、アプリのインストール画面に切り替わりますんで、まだですね、AU ペのインストールされてない方は、ぜひ EC ナビを使って、インストールをぜひ試してみてください。今回はね、おにぎりクーポン のことだったので、まあ無料でもらえるので決済までは行かないんですけども、ついでにローソンに行くなら結構効率的にはいいのかなと思います。まあそんなこんなで今回はローソンとエーユーペイのおにぎり一杯。 こうもらえるクーポンについて簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきました。まあ、これ、今まで、これまでね、ずっと何0%還元キャンペーンとか、ま、それに関する動画をアップしてたんですけども、まさかおにぎり1個についての動画をアップするっていうのは結構なんか久しぶりな感じがしましたね。まあ、けどやっぱこういったお得を追ってくるのって結構楽しいので、今後もね、こういった関連の情報があれば、また気軽にアップをしていこうかなというふうに思っております。 で、先ほどお伝えしたポイントサイト EC ナビの登録がまだの方いらっしゃいましたら、下の概要欄に登録のリンクも貼っておきますんで、詳細気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで、本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました